第478条、受領検査、再検査及び法令の規定または当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者を言う以下同じ以外のものであって、取引上の社会通念に照らして受領検査としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ過失がなかった時に限りその効力を有する。債務者が10万円の債務を負っているとします。この債務を消すには債権者に10万円払うか、10万円を受け取る権限のあるものに支払う必要があります。これ以外のものに支払っても原則として弁済とはなりません。ただし次のような場合には有効になります。債務者は A 株式会社に10万円の負債を負っているとします。債務者は普段から A の従業員 B とお金のやり取りをしていました。 B が A 株式会社を退社したとします。この時点で B には10万円を受け取る権利はありません。にもかかわらず B は債務者に対して10万円を請求しました。この時 B は A 株式会社の社員証といつも使っていた A 株式会社の領収書を使いました。なので債務者は B に受領権限があると信じたことに過失はありません。このような場合債務者のした弁済は有効となります。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。